っと声大きすぎましたか？しまった！いつの間に！なんて刑事ドラマみたいですよね。ところで、その…ああ、でもこんなこと聞くのってどうなのかな。ああ、どうしよう。じゃあ遠慮なく。あの、僕との約束ってちゃんと覚えて。そうですよね。分かってはいたんですけど、言ってもらうとやっぱ嬉しいです。ああ、おはよう諸君。ではいつも通り今日の流行情報だ。喜んでくれるかな。